来週から実習ですね。はい。会社へ行っても日本語の勉強を続けてください。はい、そうします。困ったことがあったらいつでも手紙を書いてください。はい、いろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。じゃあどうぞお元気で。また会いましょう。